開通したのは東九州自動車道の清武南インターチェンジから日南北郷インターチェンジまでの17.8キロの区間で、今日は関係者がテープカットをして道路の完成を祝いました。<music> この後、午後4時から供用が始まり、一般車両が次々と通行しました。 開通区間の通行は無料となっていて。今回の開通により。福岡県北九州市から日南市までが。初めて一本の高速道路で結ばれました。また、宮崎市役所から日南市役所までの所要時間は。国道二百二十号を使った場合から。二十四分短縮され。およそ四十四分となります。すごく楽しみです。 でしょっちゅうなんか週末とかに宮崎の方まで遊びに行ってるのでぜひ活用したいと思います東九州自動車道の県内区間は日南市東郷から串間市までが未開通となっていてこのうち日南市南郷から串間市鳴るの13.3キロの区間が事業化されておらず早期の全線開通が期待されています